こんにちは。ニュースぐるっともっとです。シフトグループの今をお届けしているこの番組。今回は FY2024 のシフトを牽引したキャプテン制度をご紹介します。先日行われた社内表彰シフトアワード2024でキャプテンは社長賞を受賞しました。シフトアワードはその年に最も輝いた従業員に贈られるもので、5回目となるシフトアワード2024では12の部門で表彰を実施、全社で受賞者を盛大に称賛しました。シフトアワード2024グラブイットオンザリング年間大賞表彰式始まります。社長賞を受賞したキャプテンとはどんな人たちなのか。キャプテン制度は2024年1月にスタートしました。キャプテンの役割は現場からお客様の信頼を獲得し、プロジェクトの維持拡大のきっかけを見つけ出すこと。お客様の成功や困りごとにくまなく目を向け、さらなる提案のオポチュニティを発掘していきます。立ち上げ当初はキャプテンを集め飲み会を実施。さらにポータルを使い、求められる役割や備忘録の共有も行いました。個々のモチベーションの上昇や維持のため、毎週オポチュニティの数を集計、発表。顧客課題に早期にアプローチすべく、キャプテン、プロジェクトマネージャー、営業が連携する体制づくりにも力を注ぎました。FY2024、キャプテンの数は1350人に。その結果、FY2024、通期のキャプテンの貢献額は39億円に拡大しました。こうした活躍からキャプテンはシフトアワード2024で社長賞に選ばれたのに加えて、中でも目覚ましい活躍をした個人には最優秀キャプテン賞が贈られました。キャプテン賞発表します。最優秀賞に選ばれましたのは機関ERPサービス部最上理恵子さんです。おめでとうございます。キャプテン賞をいただいてとっても嬉しいです。また頑張ります。まあ、今までなんかやってきたことがやっぱ形になったっていうのがすごく嬉しいです。ただまあキャプテンっていうところが会社としてやっぱり大きい存在になっているんだなっていうことは実感できたので、まあ、今後も継続して頑張りたいなと思います。プロジェクトが成功してシフトさん入れてよかったよって言われるためにやってるような感じですかね。なので上の人とどんどん仲良くなって決裁権持ってる人と近くで仕事をする、でそれで相談役になるっていうことは一番良かったかなとは思ってます。何を言われてもとりあえず向かっていくみたいな感じは必要だったりしますね。まあ、基本考えているのはプロジェクトを成功するためとか、まあ、シフトだけではなくそのプロジェクト全体を見てどういうところに人が足りなくてとか、どうやったらプロジェクトが成功するかっていうところを考えて動くようにはしています。本当にレスポンスが第一で、とりあえずチャットが来たらすぐ返信するとか、提案が来て要因が欲しいよって言われたら3日以内に1回一時回答しますとかいうことは心がけてやってます。自分が嬉しかったことはちょっと極力やるようにみたいな感じの心がけではあります。顧客ファーストであることを常に徹底し、お客様にとってどうすることがベストか寄り添い考える姿勢が多くの信頼を獲得し、案件をお任せいただくことにつながっています。